台湾のツアーっていうのが発表されたと思うんですけども、12月の台湾のツアーが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ツアータイトルは豆柴48。12月6日月曜日、ゼップ大阪ベイサイド、対バン相手は STU48。 12月7日火曜日、ゼップ名古屋、カミングフレーバー SKE48。 12月17日金曜日、ゼップ羽田、アイル AKB48。 待って、強い。なんで？頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで48グループと対話していただきます。ので負けないように頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上。渡辺さん頑張りました。ありがとうございます。負けたらやばいのと、お客さんも入んなかったらやばいから、ちょっと本当ちゃんと宣伝して、はい、豆柴の飲み粒たちをガッと連れてきて、本当に素敵な勉強もさせてもらってのライブにできたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ。お疲れ様でした。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。本当に待って、自分も SKE 見てたよね。見てたよね。自分 SKE ずっと最初から最後まで見てた。アイカ泣きそうになった。好きだもんね、48グループ大好きだから。アイカ泣きそうになった。嬉しい。ただ田直ちゃん大好きなの。嬉しいね。嬉しいね。同じステージ立てるんだよ。や
ばい。頑張ろうね。負けないよ。負けないもう全部豆つぶる。台湾だからね。パンじゃダメだよ。台湾だからね。パンじゃないから。台湾だからね。パンじゃないから。パンじゃないから。ステージの上は、ね。ちょっと掴み取らなきゃ。あの48さんのパン掴み取っちゃう。逆に取られちゃうね。あれだから。いやだ、掴み取るよ。頑張ろう。待っちゃおう。なんか嬉しくて。本当に弱そうじゃない。